はい、ということでね、ゆる言語学ラジオ第2回ということで、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回単語はすごいっていう話でね。はい、本当はあの話5分ぐらいで切り上げる予定でした。もう全然そうだったんですけど、ね、熱がね、もう溢れ出ちゃって。単語はすごいがもうね、多分15分ぐらい喋ってましたけど、伝えたくて。大発明だから、そんな雑に扱わないでほしいし、やっぱり単語単語がね、大発明なんですね。そうそうそう。iPhone とかはみんなね、大発明だと思ってますか？ああ、違いますね。全然単語です。iPhone より単語。はい。ノーベル賞とか取っていいと思うし、もっと全然単語の発明者とかはね、もっと褒められていい。紀元前8000年とかさ。ね、もったいないな、なんか伝えたい感謝を。そうですね、うん、なんでまあ今日も引き続きそういうみんなが見落としがちなすごさをちょっと調べてほしいんですけど、はい、今日は文法。そうですね、じゃあ文法に行きましょうか。はい、はい、その単語をやっぱ並べる規則がないと、うん、結局単語のみのことをしか伝えられないので、うん、まあ、逆に言えばその単語って今多分イメージされてるのは名詞とか、そのみかんとか、うん、はいはいはい、キリンとかだと思うんですけど、うん、まあ、例えばその、ね、女子っていう日本語で言う、そうですね、文法的な規則、何か意味をし、なんだろう、マーカーとして役立つだけで、うん、例えばね、その、過去を表す助動詞のたとかを入れることで、うん、現在じゃないことも喋れるようになるし、はい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 、っていうような、でそれをまた並べる規則っていうのを作ることで、みんながまあ間違いのないように、うん、意味を取れるっていう、うんうん、まあ、ここまで多分小学生に話しても当たり前だろうっていう。そうですね、今んとこ当たり前だなと思いながら聞いてましたけど。はいはいはい、うん、ちょっとじゃあね、その文法ってただ、うん、例えば100人いる中で10人しか覚えてないと役に立たない、うん、まあまあ、わけですよね。だって隣の山田さんは文法覚えてないからなとか話しかけられないですよ。そう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 、だから、はいはいはい、コミュニティの全員がそれを、ね、了承している必要がある、うん、ね、わけじゃないですか、うん、そうすると基本的にはみんなが同じことを覚えてればいいわけですよね。その、うん、みんなが同じ文法規則、例えば、うん、それで言うと英語みたいなものとか、はいはい、あるいはエスペラントとか、わかりますか？あれですよね、人工言語、ね、そうそうそう、世界中の全員が使える言語って言って、うん、作られた言語とかっていうのをみんなが覚えればそれでいいはずなのに、はいはいはい、実際には現在言語って今ちょっといくつか数字ちょっと見てないので、はいはいはい、把握してないんですけど、まあ、たくさんありますよね、はいはいはい、でそれがなんでなのかっていうのはやっぱミステリーですよね。でもだからエスペラント語を一回みんなでやろうってなって、はいはい、っていうのが多分盛り上がってたじゃないですか。宮沢賢治とかが多分エスペラント語すげえ覚えてたと思うんですけど、はいはい、だからそれを一回やっちゃえばそうなってるんじゃないですか、世界は。うん、そう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 ですよ。なんか英語みたいなものとかエスペラントみたいなものが、うん、まあ、これからもしかしたらそう収束していくのかもしれないんですけど、はいはいはい、昔ってじゃあ例えばどうなったのかっていう、はいはいはい、その言語が出来上がった時って、はいはいはい、どうだったのかっていうと、うん、実は逆説的なんですけど、うん、人口密度が高ければ高い地域ほど言語は多くなっちゃうんですよ、ね、うん、へー、うわ、直感と逆だ。そう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 、へー、ね、だって人口密度多ければそいつらが同じ言葉喋ってれば一番早い話なんですけど、うん、パプアニューギニアとかだと、はいはいはい、のある地域ではその800から1000ぐらいの言語が、うん、2キロ歩いた先とかに違う言語があるみたいなレベルの、地域があるんですね。じゃあ隣町のなんとかさんのとこにゲーム借りに行こうって言った時にゲーム貸してっつったら、はぁみたいな。何てんだこいつみたいな、なっちゃうんですよ。めっちゃ不便じゃないですか。そう、そう、不便じゃないですか。はいはいはい、じゃあこれはなんでなのかっていう話は、うん、ですね、これは一番大きいのは、うん、みんなその自分らの技術とかが盗まれるのを防ぐために、うん、言語を全部こう得意化させたみたいなんですね。は、例えばだから矢尻、矢の先端を作る矢尻とかを作る技術とかが知りたくっても、うん、それを相手にね、その他の国に知られちゃうと、うん、自分たちが身の危険を感じるじゃないですか。はいはいはい、だから言語、違う文法で喋ることで、うん、その文法規則を全然別物にすることで盗まれることを防いだみたいなんですね。めちゃくちゃあれですね、回りくどい手段って。そうそうそう、言語は一緒でもええやろっていう気がしますけど、ね、はいはいはい、そんだけ頑張って変えた。いや、これね、実はでも日本でもね、そういうことって起きてるんですよ。へえ。それが薩摩弁なんです。はい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 、何言ってるか全然わかんないの。そう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 、あれはだからそのスパイだったかな、はいはいはい、確か元々そういう、うん、なんだろう、聞かれてはまずいことを喋るために人工的に作られた方言
へえ、あ、薩摩弁ってそうなんですか。あ、そう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 。エスペラント語と一緒で。確かそうだった気がする。そう、確かそうだった。ちょっと要確認なんですけど、確かそうだったんですよ、ね。へえ、すげえ。そうだから、そういう用途で言語ができることってのもあるし、そういう意味でやっぱ文法っていうのは多様性があった。っていうことなんです、ね。めっちゃ面白いです。そうそう。だから文法って一口に言っても、その並べる規則ってのには、実はその他の人に知られないようにするっていう機能もあったから、もしかするとその言語が統一されるっていうのはやっぱ難しいのかもしれないなって思ったりしますね。はいはいはい。単語を並べる規則の分類とかもあったりして、例えばその世界の言語がこうどれぐらい SVO で、どれぐらい SOV、はいはい、SOV とかってわかりますかね。主語、動詞、目的語っていう順番が SVO だとして、うん、SVO とか SOV とか OSV とか、はいはい、いろんなこう類型をしたようなこととかもあって、うん、不思議と OSV っていう順番のものだけあんまりないとか、うん、なんかあるんですよね。パンを私は買いに行く食べたみたいなで、はいはい、日本語は、その格助詞っていうのをつけれるから、はいはいはい、パンがじゃなくてパンをってすれば、はいはいはい、まあ、文法的な意味はわかるからいいんですけど、うん、英語に直すとそうやってブレッドアイエイトとかっていう感じになるわけじゃないですか、はいはいはい、バカの作った英作そう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 、はいはいはい、まあ、これ理由はシンプルでやっぱりどの言語でも目的語よりも主語のが大事だろうって考えてるから、うん、先に情報を出すみたいな、はいはい、こととかもう、そう、そういう類型の研究とかもあったりして、うん、そう、文法がどういうような、なんだろう、こう形で出来上がっていくのかみたいなとかも言語学の研究対象にはなっているっていう感じですね、はいはいはい、なるほどなるほど。だから文法がその統一していかないっていうことですね、はいはい、結局そうですね。あるいはまあこういう言い方もできるかもしれないですね。その文法っていうのは多くの人に了解する必要があるものであるのにかかわらず、うんうん、それができないっていう矛盾を抱えたまま今まで脈々と継がれていったものっていう言い方をしてもいいかもしれないですね。それは確かにみんな知らないし、そう、ちょっとミステリーですよね。だから2キロ先のやつが違う文法で生きてるっていうイメージ全然なかったですもん。そう、その研究者はちょっとふざけて現地の人に、うん、お前らのとこ 3,4 キロ歩いたら別の言語あるもんなって言ったんですよ、うん、そしたら、違う違う違う、盛りすぎ盛りすぎ、2キロ2キロって言われたらしいですだからね、多めに見積もりなかったか少なめに見積もったつもりが、そう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 、あ、そういい話だ、話がこれテッドとかに落ちてる、言語学者かなの話なんですけど、はいはい、そうそうそう、じゃあ概要欄にリンクとか、あ、そうですね、はい、じゃあこんなところで、はい、次に文法がすごいということで、今回も終わりにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。